にちは、だるぐさです。今日はディップフラワーで風鈴草ですね、カンパニュラメディウムかな、というような、ね、呼ばれ方もするんですけれども、28番の白地ワイヤー、私実はこちらの長い方使ったんですが、短い方でも作れるので、まあ、作っていきましょう。 3.5 センチゲージですね。こちら3回なんとか巻きつけてください。でねじります。取れないように、はい、こんな感じですね。止めておきます。そうしましたらもう1本で2回巻きつけます。今度は余裕があると思うので真ん中でねじったら、ちょっと合わせまして、上の長い方のワイヤーで、いっぺんにですねゲージの溝に通して、で、ぐるぐると巻き止めます。はい、これでね5つ分の輪っか、5個分の輪っかがね、できたかなと思います。長いワイヤーでしたらね1回で作れるんで楽なんですけれども、なかなか売ってないのでね。はい、そうしましたら根元と先端をギュッと、平やっとこで押さえまして、こんな感じですね。葉っぱのような形ですけれども、そうしましたらこれを広げていきます。で先端少し反り返らせます。上の部分ですね、はい、こんな感じで、まあ、ユリのようなお花になりました。まあ、これでディップしたらね、まあ、ユリっぽい花にはなるんですけれども、下ねちょっと切り揃えておいて、もう1本、もしやりにくければ30番のね細い方のものに変えてもいいんですけれども、先端部分で1回くるっと巻いたらですね、ちょっと真ん中くぼませて、こんな感じに谷と山2つ作ってお隣へと、でお隣のところでも、先端のところで1周くるっと巻き留めて、山2つ谷1つといった感じで、こんな感じでね、だいたいこの長さね揃えるようなイメージ、山の大きさとかね、谷の深さ合わせるような形にして、お隣お隣と間隔を同じぐらいにして、1周巻いていきます。同じ作業のね、まあ、繰り返しになるんですけれども、まあ、ここの間隔でねちょっとお花の大きさとかも変わってくるので、まあ私目分量で大体でやってますけれども、まあね、なんとなく大きくなりすぎてしまわないようにね、まあ、少し、ちょっと気持ち小さめに作るぐらいでもねいいかなと思います。はい、でそうしましたら最初のところに戻ってきましたね。そうしたら、もう1周ずつねそれぞれちょっと、横の花びらのところでもいいのでぐるっと巻いて、取れないようにだけして、ワイヤーをギュッとね平やっとこで押さえつけてください。で時々ね、でこれワイヤーカットしてしまうんですけれどもずれるんですよ。てっぺんのところにね、まあ、そういう時もね平やっとこでギュッと押さえてね動かないようにだけしたら、まずはワイヤーねそれぞれのところの、2本を外側に引っ張るような形で、あまりぐしゃぐしゃね交差させないような形で外側にね、押し出す、押し込むような形で、今度はチューリップのような形に今度はします。はい、そしたらですね谷部分を少し、しっかりね、下に、下向きに整えていきます。平やっとかあるとね楽です。谷の部分をギュッと下に下にと、で、形整ったらですね、この後ちょっとね修正をしつつ、親松を2つ掴んでですね、ギュッと外側に反り返らせます。はい、親松掴んで、外にと、はい、こんな形ですね。でまたちょっと谷の部分はね、まあもうちょっと下向きにしてもよかったかなと思うんですが、形をね少し整えてください。まあ、風鈴草のようなね形、なったようなならないようなって感じなんですけど、画像とかね、そろそろもうね咲いてるかなとは思うので、本物とかね見て作っていただくと一番ね、実物にね近くなるかなと思うんですけれども、で形上の部分整えたら下もう一度ねちょっと広げるような形で、どうしても上の作業をしてるとね下の形がね細長くなってることがあるので、もう一度ね下のこの膨らみ具合ですね、下の方がちょっと膨らんでるのでそれを意識して、手直し修正ですねしていきます。と間隔あまり空きすぎてるとね、ディップする時に大変になるので、偏りがないか、ちょっとねワイヤーの偏りがないかねくるくる回しながら見てください。
次は30番ですね。今回、葉っぱとね、額作るんですが、まずは額ですね。1.5 センチゲージ、間2回でねじり巻きをしていきます。まあ、そんなにね、多くないので大丈夫かな。2回で、心配なら3回回していただいてもいいんですけれども。で、5つ分輪っかを作ったら、1つ目の輪っかを挟み込んで、ぐるぐるとねじって留めます。で、真ん中しっかりめにね、広げたら、それぞれ、細長くしていきます。先端同じように、全て、ギュッと平やとこでつまんで細くします。そうしましたら一度広げて、少し全体的にね、フリルギザギザですねつけていきます。こんな形です。全部つけたらですね、一旦上向きにして、こんな形ですね。そしたら、下の部分3分の1ぐらいか半分ぐらいのところでもいいですかね、左右からそれぞれ折り込んで、ちょっと先端は細くしておきます。下がちょっとね広くて、上がね細いような形に、形整えていきます。で、5個分ですね、すべて同じように左右それぞれちょっと内側に折り込んで細く、先端部分細くして整えます。で、最終的にはお花をここに通すので、まあ、ちょっとね、開き具合ですね調節してあげてください。はい、で次30番でね、同じ、葉っぱ作っていきます。1.5 センチ、2センチ、2.5 センチ、3センチと4種類作ってますが、大変なら3種類、大中小ぐらいでもね十分です。で、1つ輪っかを作ったら先端尖らせまして、今2個いっぺんにやってます。数作るときはね、3、4枚ねいっぺんにこんな感じでねギザギザと、フリルつけるのはねやってしまいます。先端細長い葉っぱです。かなりで、下の方がちょっと広がってるかなと、こんな形かなと、下広げて先端に向けて細くなるみたいな形ですかね。で、長い方で1本ね、こんな感じでブリッジをかけます。はい、そうするとですね、ちょっと形整えますね。細長くして、で、この余った、こちらはねこんな感じになります。先端ちょっと細くて根元が少し太いっていう、余ったねワイヤーで2センチとか 1.5 センチね作れるかなと思うので、まあ、やってみますね。多分作れると思いますが、ギリギリ足りるかなと、持ち手さえあればねいいので、リップするときにねあまり細く、短くなりすぎるとやりにくいんですけれども、まあ、これくらいならねリップするのには十分持ち手になるかなと思うので、1本のワイヤーからね2つぐらい、葉っぱね大小ぐらいで作れるかなと思います。今回はねお花デラックスパールというねリップ液でリップしていくんですけれども、はい、見てわかる通り一度ではね成功しておりません。はい、何度も何度もやっておりますが、はい、そろそろうまくいくかなと、なかなかすぐね引き上げて上を向かせるっていうのがちょっとコツかなと。で、こんな感じで綺麗に成功しましたね。そうしましたら、メラミンスポンジに立てて乾燥させます。はい、くじけずに何回かやってください。次はねライトグリーンで葉っぱと額ですねリップします。これはそんなに難しくない、花に比べるとね、花がちょっとね大変なんでね今回、時間かかるかもしれないんですけれども、葉っぱはこんな感じですね。乾いたらストレンスナーをねつけて、しっかりねちょっとお花くぼんでるので、くぼみのところにね溜まってしまうので、それは綿棒でちょっと拭き取ったりして乾燥させてください。乾いたらですね、今回は、水性塗料のピンクを外側から拭いていきます。内側からだとねちょっとまあね透明、上から見た時にね、まあ、透明感が出ないかなと思って、まあ、これもどちらから拭くかっていうのがねまあ好みなので、どちらから拭いていただいてもいいですし、まあ、もうちょっとねピンクっぽい色作っていただいて、リップ液でね、それでリップしていただいてもいいです。はい、30番の白地ワイヤーと、ペップを一応2種類ですね、すだまペップと呼ばれるすごく細いものとちょっと太いもの、用意しました。で、各それぞれを1本を半分にしておきます。というのも、おしべが5本、めしべが1本なので、こちらね
小さい方でおしべ5本分ですね。で、ちょっと大きい方でめしべ1本分を表しています。本当はね、もうちょっと細長いね形してるんで作ってもいいんですけれども、大変かなと思うので、ちょっとお花が今回ねディップするの大変なので、ここはね、ペップを使っていきます。で、30番のワイヤーで巻き留めたら、ちょっと寝かせてしっかりね、危なくないように、巻いたら、白いねフラワーテープ、なければね、まあ、グリーンでもいいんですけど、できれば白ぐらいかいいかな、目立たないかなと思うので、手芸店で購入した白いねフラワーテープで巻いて、で、少しねこんな感じで広げます。今のうちに広げておきます。中に入れてから広げようとするとちょっと大変なので、はい。で、目打ちで、額に穴を開けて、お花はですね、ここカットしてしまいます。思い切り、と言っても、不安だと思うので、ちょっとずつやってもいいんですけれども、切ります。よいしょ。で、もうまあリップした後ならね、そんなに形崩れないんで、で、この今の開けた、切ったところにね、目打ちを刺すと真ん中に穴開くかなと思うので、そこにこのペップを通していきます。はい。で、位置をね、お花ちょっと下ぐらいですかね、この反り返っている部分のちょい下ぐらい、このくらいですかね、ちょっと見ていただいて不自然でないぐらいの位置で、下の額のワイヤーと一緒にねじって留めます。位置固定します。で、額はお花にね寄せるような形で少し形整えるんですが、この段階でかなりねグラグラしていると思います。お花も大きいですしね、ちょっと額との、設置も少ないので、ちょっとグラグラしてて、あとね、ピンセットなどでちょっとここでね、額の位置じゃない、おしべめしべの位置ですね、調節してください。真ん中に来るようにね、で、そうしましたらスポイトで、ストレスナーですね、強化液をちょっと吸い取ってここに垂らします。はい、これが正しいのかどうかちょっとあれなんですけど、接着剤でね接着していただいてもいいんですけど、でもこの方が楽かなと。上から垂らすのと、あと額のところですね、額とお花もちょっとねグラグラしてるので、あとここね溜まりやすいんで、溜まったものでもいいですけど、額とお花の間とかちょっとねこの辺しっかり、ついでに額の広げ具合を調節してますけど気にせず、額とお花の間にもね少しスポイトで垂らして、固定をします。で、乾いたらですね、20番の、グリーンワイヤーを3等分くらいかな、今回ねちょっと短めに作ってます。しっかり組み立てたい場合はね、もう少し半分ぐらいの長さにしてどんどんお花つけていっていただければいいんですが、今回はまあ後々のアレンジをちょっと考える上で、短めに。で、お花一つに一番小さい 1.5 センチの葉っぱですね、これを一緒に、20番のワイヤーと巻いていきます。もうほぼねお花のすぐ下で巻いてしまっています。しっかりめにねちょっと、くっつけて、で、巻いていったら、次ちょっと下ですね、少し1センチぐらい下に次の葉っぱ、そしてまた少し下に、次の葉っぱ、互い違いにね、葉っぱ生えているようなので、はい、少しずつね下に下げていきます。で、本来ねこんなに葉っぱつける前に次のねお花つけてしまって、いいと思います。少し下にお花、少し下にお花っていう感じで、一応説明すると、葉っぱ1枚つけたぐらいのところでお花つけて、お花と一緒にね葉っぱもこんな感じでつけていこうかなというような形で段々になっているのかなと思うんですけれども、この辺ちょっとね、でいくつかつけるっていう感じですかね。今回はねそこまで、1本のお花にするつもりがなかったのでこんな感じですけれども、1本のお花にねしたい方はちょっと画像とかね検索しながら、組み立ててみてください。はい、もう1個ねつけたりしても華やかかなと思いますけれど、はい。で、こんな感じですね、風鈴草作ってみました。ピンクとかいろんな色があるのでね、お好きな色で作ってみてください。ここまでご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。